こんにちは。今回はひらがなを覚えるために行ったアクティビティの例をいくつか紹介します。一つ目、カルタです。あって言ったら、く、し、ね、早い人が勝ち、早い勝ち、okay? 生徒のひらがなの識別度合いを見るために最初に行ったアクティビティです。よし、じゃあさ、うん、第三口、うん、こ、うん、うん、こ、これは、あー、うん、いい、いい、よし、よいしょ、うん、し、ここまででも生徒間でひらがなの識別度合いにばらつきがあることがわかるかと思います。うん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 、あ、そう、理解度が突出している生徒にゲームマスターになってもらいました。理解度の高い生徒と、もっと練習が必要な生徒と、誰も退屈しないように、少しずつタスクを与えて工夫することが大切かと思います。私が言うので出してください。次に、聞こえたひらがなに合わせてカードを出すゲームをしました。生徒間のレベルにばらつきがあることが分かったので、対戦型ではなく協力型のゲームにしました。すし、すし、おー、オッケー、すし。このゲームでは生徒の手札を見ることで、とひらがなの向きを生徒が理解しているかどうかというのが確認できます。今回はどの生徒もひらがなの上下左右は分かっていました。に、わたし、どっち、うん、ロバートさん、こっちは、別の日にやったゲーム、どっちどっちゲームですね。ひらがなと同時にどっちの使い方も学習しています。何々はどっちで似た形をしたひらがなを識別できるかどうか確認するゲームです。じゃあ最初、ハーヒーフーヘーホ出してください。ハーヒーフーヘーホ。次に、七並べのひらがなバージョンです。用意するものはひらがなのカードと、と母音と子音を書いたガイドになるアルファベットです。七並べの要領で、最初にハ行だけ出して、そこから順番にカードを出していきます。ここ、ここ、ダメ、出してください。1枚出してください。例えば、こちらが実際にゲームをしているところです。生徒のレベルに合わせて自分も参加することで、生徒の手札の枚数を管理しています。さ、うん、いいよ。さ、ロバートさん、ありますか？あ、レ、レ、レ、うん、うん、うん、レ、どっちどっち、レ、レ、うん、どうしました？うん、それで、レ、最後に、と位置関係を言う練習とひらがなの識別練習を組み合わせたアクティビティです。レはどこにあります？
ましたうん、第3うんレは、磯の下にあります。うん、いいですね。この日は学校の単語で椅子、机などを習った後、上下などの位置関係も習ったので、それが使えるようにしました。椅子と机を置いて、その上や下、右左にひらがなカードを並べて、何はどこですか？どこどこにあります？っていう表現を使えるように練習しました。